私の働きでさらなる仲間を得た九尾の狐。もはや戦力は十分に、九尾の狐は考えた。かの者らを倒した後、自分はどうする。仲間となった者たちを従え、鏡の中の世界を我がものとする。それはそれで悪くはない。九尾、全ては復讐を果たしてから。九尾の狐は胸像の仲間たちを引いざ参ろうぞ。そちらの力、最後までわらわに従うのであれば、そちらのね、宝でも領国でも何でもよい。容赦はいらぬ。仙人と仙人に味方する者どもを撃て。この力か。戦海の将来、わらわを封じ、この世界で復讐を遂げてくれん。命はわらわと共に参る。わらわを陥れた生命目に思い知らせるのじゃ。よかろう。我が意向の前に異界の敵者が知れそう。他の者どもは南へ回るのじゃ。まずはあの人憎らしい猿を倒してまいれ。私は狐の薬だ。わらわをたばかるからじゃ。よし、次は神王者。何かにしてるのはあなたたち。あ、師匠様も来たのか。その坂には我が戦術を施してある。果たしてオーラに超えることができようか。ここが貴様らの墓場よ。私が負けても失敗ありません。ジョカや復帰が倒してくれるでしょう。キコーラの力は見事というほかない。私を苦戦させたこと、末代までの誇りとせよ。Come on.
冷める戦ぶり。終着至極にございます。愛の限りを尽くしましょうぞ。ならばわしが懲らしめてやるかの。たわいもないものよな。終着至極にございます。うんと、わしをも破るとは。わらわの恨み思い知ったか。ここではわらわのみが本物、他の者に勝るはどうか。まあよい、せいぜい楽しもうぞ。いずれまたこの世界をいずる時まで。ひとときの勝利なぞ、たわいなき。わらわの力。